このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。フェイトエクストラ11周年とのことなので、ちょっと思い出語りとこれからの方向性についてあれこれ語ってみます。最初に言っておくけど、エクストラシリーズとラスアンも立派なナスバースだと思ってるやつです。概念感がどことなくあるというか、やっぱり異色作っぽさはあるのよね。個人的なエクストラの最初の記憶として、ようやく新しいフェイトが来たなぁというそういう印象なんですよね。ここは、キノコも言ってるしね。今でこそおなじみの、ネロ、タマモ、も、やっぱ、赤セイバー、キャスコ、としてインパクトはあったからね。ただ俺はずっとエクストラシリーズも、月姫、マホヨ、FGO と同じ、ナスバースの一つだよと言ってるけど、やっぱそこで認識が違う部分もありそうで、まあ、なんだろうね。PSP と発売時期というのも、結構エクストラにとっては、関係あったと思ってる。最初に言っておくと、PSP 自体は名機ですよ。プレステ2の流れをそのまま携帯に持ってきたかのような性能でしたから。ただ、発売時期的に、だいたいこんな感じ。PSP が出てから、エクストラが発売されるまで約5年半。エクストラの1年半後には、PSP の後継機のビタが出てるし、CCC はガチで PSP の末期のゲーム、名機のスーパーファミコンなんかにも言えるけど、ゲームハードの移り変わり時期は、どうしても知られざる名作とか、そういうことになりがちなんだよね。あと片付きで見ると、PSP は、ゴリッポリの外伝ゲームだった、タイガーコロシアム、シリーズや、格ゲーのアンコ、異色と、片付きファンとして PSP は、外伝ハードっぽさは、どうしてもあった時期だと思う。いや PSP はマジ名機なんですけどね。あとニノさんが当時いた、イメージエポックが良くも悪くも RPG を作りまくってたから、その一作にエクストラに愚策があったのかも。だから滅びた。時とは、止まらないわよ。まあエクストラ自体は、片付き的にはミッシングリングだと思ってて、いつかたどり着く地平の一つだとは思ってるんだよね。本質的にナスキノコバースの面白さは、複数の作品ごとに設定共有してたりするような部分だと思う。で、ステイナイトシリーズが、だいたい2004年から2005年くらいの時期で第5次聖杯戦争やってましたよっていう話でもあるんだが、エクストラはステイナイトとは、平行世界言われた上で、一気に劇中時間が25年くらい時間が飛んでたから、そこら辺もね。2010年代から2020年代は、ちょっと激動で謎なのよね。そこら辺の中間を埋めるのが、FGO だったりレクイエムだったりするんじゃないのかなぁ。あと月姫リメイクもね。エクストラリメイクの制作発表から1周年でもあるけど、あれは良くも悪くも新規が入ってきてくれたらいいなぁって、ゲームハードの流れ行くと、エクストラレコードは発表されてないけど、月姫シリーズと同じ現行ハードだと、より相乗効果ありそうだよね。そして、隠しボスとして、遠野式と組んで本気出すファニーバンプの姿が。見てください、マリオー。あれがルートヒロインの教授をかなぐり捨てて乗っ取りにかかったファニーバンプの姿ですよ。まあリメイクで不安なことは、ラスボスのセイバーさんくらいかしら。格者さんは、手加減してる扱いでも、ラスボスできたのが奇跡の出来だから、デッドフェイスかけらおじさんになっても、そこはしょうがないと思ってるよ。まあエクストラは変則ルールだけど、敵の神明を探って有利に戦う、みたいな部分は、すごくフェイトらしくゲームに落とし込まれてたからね。俺は今でも期待してる。CCC については、まあいろいろね。BB ちゃんキアラアンデルセン、ジナコカルナさん、サクラファイブとなんだかんだ重要キャラも CCC で出てきてるからなぁ。あと前世紀エリちゃん。あと BB ちゃんは、あんな子悪魔ぶってるけど、マジで純情な子なんすよ。CCC で、シンボスまで抑えてるかどうかで、ほんと印象変わるからね、BB ちゃん。まああれよな。キノコは月姫と FGO の二部完結に専念して、エクストラと CCC はその良さを引き出すリメイクにしてほしいね。CCC をやるかどうかは、発表されてないけどね。CCC まであってエクストラが一幕落ちてる部分は、あったからなぁ。
次はエクステラについて。キャスコの扱いは一切擁護できんよ。エクストラでは初見キャスコでやってたし。ジャンルも大きく変わってて、イメージエポック RPG から、無双アクションに変わってたりね。あと単純に騎士並み吐くのは、そろそろ休ませたれというのは、今でも変わらんのだが、実は今こそエクステラは、再評価されても良いぐらいには、あれはあれでナスバース、してるんよな。あれ PS4 とスイッチでも遊べるのよね。こう言うと語弊招くけど、エクステラの設定の組み方は、実質 FGO だからね。特に異文体、異文世界で、14000年前、BC12000 にとてつもない大破壊が起こったことが、示唆されているんだけれども、その時の元凶とアルテラについて、語られているのがエクステラなんですね。オリュンポスのゼウスなり、冥界のケルヌンノスなり、半人類史とは違う結末を迎えてるのよね。アルテラを娘として、彼女を救うために戦うみたいな部分は、普通にいい話だったりするし、総合して、キャスコの扱いは許さんが、FGO の裏設定につながる重要な作品、なんですよねあれ。ボリュームは少なめだけど、だからこそ抑えておきたい数作ではあるわね。あとエクステラリンクは、普通に無双アクションとして出来が結構良いです。そして最後はラストアンコール。ラスアン持ち出せばナスキノコ叩けるみたいに思ってる手合いがなんかおるっぽいんだけども、ちゃんと中身見ないとダメよ。エクストラのアニメ化では決してないけどな。むしろ、エクストラの無印を抑えてる前提での外伝、異文だったからこそ、リメイク必要って考え始めた作品なのよね。あと吐くのは、今までのエクストラ主人公とは違うけど、今までの肩付きキャラでも、突然変異的なキャラというのも、そこそこ抑えておきたい部分、具体的に吐くのって、聖杯戦争が終わった後の戦後を生きる、部分と、怒り、憎しみを糧に進む、という部分があって、ここら辺の新たな立ち位置に、おっぱいを大きくして、グダさんにツンデレさせれば、それはそれで人気出るよという。まあ、エリキとトリコのことなんですけどね。トリコは、マジでデッドフェイス浮かんでても、おかしくない子だからな。ラスアンはどうしても、エクストラでの聖杯戦争が終わって、その残骸を突き進むっていうそういう話なんだけど、シローやウェイバーってのは、聖杯戦争の当事者なわけだけど、その聖杯戦争が終わってしばらくした後の世代をどうするのかという話。長く続いたから、そういう話にもなるのね。まあラスアンは、エクストラリメイク見た後に、外伝として見るのがいいと思うよ。さて、そろそろ動画まとめ。エクストラは、月姫と同じく休眠中の肩付きシリーズなのでリメイクでのリブートに期待ですね。リメイクが良作であることを祈っています。ご視聴ありがとうございます。